ニューエデンニュース。あなたをちょっと助けたい。ミルドット魔法ショップの提供でお送りします。おはようございます。ニューエデン各地で起こる様々な情報をお届けします。まずは、今朝入りましたニュースです。かねてより発掘作業を行っておりました遺跡の村で、新たな生物の化石が見つかりました。これまで発掘されたことのない海洋生物と見られており、村では引き続き調査を進めていくとのことです。古生物学の発展につながりそうですね。続きまして、最近話題になっているとある噂についてお知らせです。皆さん、港町ゴートウルフの教会にありますステンドグラスはご存知でしょうか？とても美しく、私も見ているだけで心が洗われます。実はこのステンドグラス、過去に何度か割れてしまっているとのこと。ところが、驚異的なスピードで修復作業が行われているのか、割れた状態のステンドグラスを見た者はほとんどいないそうなのです。何度割れようと、いつも通り輝かしい状態で我々を迎えてくれるステンドグラス。これこそ神のご加護によるものではないかとの噂が囁かれています。ちなみに、割れる時は決まって何かがステンドグラスを突き破って降ってくるそうです。しかし、ここ最近、嵐による教会への被害は確認されておりません。そんな頑丈なステンドグラスを突き破るものとは一体？謎は深まるばかりです。私たちの気づかないところで破損と修復を繰り返すステンドグラス。一度覗いてみてはいかがでしょう。私もいつか修復作業に立ち会ってみたいものです。また、こちらの教会近くで今日から1週間、献血ルームが臨時開設されます。看護師のラマシュトゥーさんがサポートしてくださるとのこと。献血が初めての方や不安な方も、ぜひお気軽にご相談ください。皆さんのご協力をお待ちしております。以上、ここまでがニューエデンニュースでした。この後は交通情報をお伝えします。交通情報センターからお送りいたします。交通情報、まずは通行規制のお知らせです。先日局地的豪雨に見舞われましたルノディアの西部の川沿いで流砂が見つかりました。安全のため常冬の村へと抜ける道を一時封鎖しております。何でも出没したアーリマンが沼地にはまったそうで、現場に居合わせた住民はアーリマンのおかげで流砂を避けられたと話しています。暴れたアーリマンは砂に飲み込まれたため、現在その姿は確認できていません。安全確保のため、しばらく通行規制が続く見込みです。常冬の村へと向かう際には、湖畔の町方面への迂回をお願いします。まだ確認されていない箇所でも、流砂の危険がございます。ぬかるみを見かけた際には、十分お気をつけください。もし流砂に飲み込まれましたら、無理に抜け出そうとせず、落ち着いて救援を待つようにしてください。このほか、目立った渋滞や混雑はありません。今月は、交通事故ゼロを目指した、事故ゼロ月間となっております。各地で見回りを強化し、事故のない平和なニューエデンを目指します。ラジオをお聞きの皆さんも、まずは事故に対する個々の意識から変えてみませんか？以上、交通情報でした。この後は天気予報です。ここからはニューエデン各地の天気予報をお伝えしていきます。先日より数回にわたってお伝えしてきました流星群に関する情報です。今夜は王都ラプラスを中心に北の地域は雲に覆われるでしょう。あいにく流星群の観測は難しそうです。一方南部では多くの地域で星空が広がります。西の方角で
流星が確認できるでしょう。明日には北へと雲が移動するため、王都ラプラスより北の地域でも昼から快晴の予報です。ニューエデン全域で星降る夜が堪能できるでしょう。活動ピークである明日の深夜23時過ぎには1時間に何十個と流れる星を確認できそうです。ぜひ空を見上げてみませんか。以上、天気予報でした。続いては CM です。ああ、楽して痩せられないかしらなんて、さすがにわがまますぎ。そんなあなたのわがままもミルドットが解決しちゃいます。このコルセットを気になるお腹周りや二の腕に巻きつけるだけ。そんなので痩せたら苦労しないわよ。そうなんです、苦労しないんです。ちょっと右腕お借りしますね。こうして巻きつけてしばらく待つと、ああ、まるで腕立てしてるみたいに筋肉がビクビクしてる。ただ振動させているだけじゃありません。あなたの筋肉を効率よく強化する魔道具、マジックコルセット。類似品にはご注意を。信用と信頼のミルドットです。以上、ニュースをお伝えさせていただきました。ニューエデンニュース、提供はあなたをちょっと助けたいミルドットでした。また次のニュースでお会いしましょう。Cheers!